こんにちは、武蔵野学院大学学長の高橋です。私はこんな経歴でいろいろなお話をさせていただいております。ぜひ皆様に聞き流しでもお楽しみいただければ幸いです。それでは開始。晴天をつけ深掘り企画、チーム渋沢の奮闘。大事エマ、もうあの晴天をつけの深掘り企画はないはずですよね、終わったんだから。いや、そうですよね。一本だけやらせてください。もう終わってんのにすいません。どういう話かっていうと、はい、渋沢栄一はビジネスマンでしたよね、明治以降。そうですね。だけど古希の段階と喜寿の段階で、うん、70歳と77歳、74歳の段階で、はい、段階的にビジネスを引退しますよね。そうですね。ところが91歳で亡くなるまで、うん、渋沢っていうのは民間外交であったり社会事業であったりいろいろなことを駆け抜けるわけです、うん、例えば亡くなったその11月に亡くなる4月に日本女子大の学長に就任とか、はい、平気でそういうことしちゃう人なんですよ、渋沢さんは。はいはいはい、うん、もう自分が91歳でもやっちゃうみたいな、うん、そういう人だったわけですけども、はい、前であればたくさん500社作ろうがそこの会社のスタッフがいますよね。いますよね。ところが引退しちゃったらどうですか。相談に来る人がいるとか何がいるったって、はい、それは渋沢のスタッフがやんなきゃいけなくなっちゃいますよね、うんうん、ですから渋沢が引退した後に亡くなるまでの間、チーム渋沢、渋沢栄一事務所のスタッフの皆さんが非常に頑張ったという話だけ最後にさせていただければと思います、うん、大事ですよね、はい、で渋沢がアメリカに行った回で、はい、その同行した人に安田明太郎っていうその秘書の人が写っていました。これホームページにもちゃんと載っているんですが、はい、これ実は2人の人の複合です。安島親則っていう人と増田明六っていう人がいまして、安島の方がまあ一番番頭と呼ばれたチーフだったんですけれども、うん、そのアメリカにその時実際ついていったのは増田明六なんですね、うん、だから多分困った末に混ぜたような名前にしたんだと思います、うんうん、とはいえ安島親則はこれ取って出しでも話したことがあるんですけれども、はい、もう若い時からやってるエース、増田明六も同い年なんですけれども、明治27年から、穂積信繁と同郷だったことでそれでスタッフに入ります。うんうん、でこの人は渋沢の身の回りの世話から何からどん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 やってるんですが、それで渋沢が古希になった頃にその忙しくなるというようなことで、あらかじめ増田明六についてはその八十島の下、同い年ですけれども、そういう形でまあ要するにダブルトップのような形で指導してきます、うんうん、ところが渋沢が古希になって以降は、はい、そのいわゆるいろんな活動が多いもんですから、うん、どん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 その渋沢の事務所が忙しくなってきます、うん、例えば同族会社と呼ばれる渋沢倉庫を中心にしたいろんな残ってる家業のような仕事ももちろんありましたし、うん、新しい事業なんかも渋沢が発案しちゃったものは取りまとめなきゃいけませんよね、うん、例えば通信社、国際通信なんか作るんですけれども、これなんかもやらなきゃいけないし、もしくは渋沢が手伝ってた会社でもそのそういう八十島や増田等はその監査役や役員に入ったりなんかしてるんですよ、うん、つまりイコールあそこちょっと手伝っといてくれって言われるわけですよね、はい、相談を受けていろいろあるから、うん、で逆にはそうやったりしただけじゃなくて、渋沢は記録好きなんですよね、うん、自分がその秋田家一行でそのパリに行った時でもしっかり記録を取ったもんですから、やたら記録も残させるわけですよね、うん、で同行しなきゃいけないわけですね、面倒見なきゃいけないわけですよね。それらが教育や社会事業、民間外交、頼まれ事、いろんな朝廷、外国要人の接遇等等等等が重なってくるわけですから、どうですか大 GM、 そんなの想像できないですね。渋沢が活躍していつまでも情熱がありましたとかそういう問題じゃなくて、はい、結局それを渋沢栄一事務所の人たちがまとめていかなきゃいけないし、渋沢はチェックはしたかもしれないけど作業はしてくれないですよ、さすがに、うん、もうだって70なんですから、うん、そんなのはしてくれないので、それを八十島や増田を中心に、他にも竹之助さん、次男の竹之助さんが手伝った時期もありますし、上田彦次郎であるとか、鈴木勝である中野時行、白石喜太郎、いろいろな人が手伝っていって、まあとはいえ数名ですよね。後に増えたりもします。英文を分かるような小畑九五郎であるとか、そういうような人が増えたりもするんですが、まあとはいえ少ない人数でこれだけのことを
じゃん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 やっていくわけです。そんな中やっぱ大変なのか、大正9年にはずっと若いのに八十島がなくなります。あ、増田が中心になったら今度は80過ぎてる渋沢なのに関東大震災が来ちゃうわけですよ。あ、で大震災の時には、だんだん伸びてきたそのスタッフの実力をつけてきてはいるんですけれども、その白石なんかは電話かなんかしてたら、はい、大金庫が後ろから倒れてきて寸で死にかけたとか。おで増田は、はい、渋沢とたまたま一緒だったとして、はいはい、80過ぎですからね、はい、もう助け出しちゃって。確かに、うん、渋沢もだからある意味その瞬間危なかったっちゃ危なかったみたいなんですよでもう自動車乗っけて飛鳥山返したり、自分たちを歩いて帰ったりとか。まあそれででもそうやって体制を整えてスタッフも無事だったことから、大震災前後会といって渋沢はいろいろなことをまあ協力することもできるわけです。で次は問題は忙しいだけじゃなくて、はいはい、渋沢が年寄りになっちゃうわけです。この頃の80とかですから、はい、でもう実は渋沢はもう昭和に入る頃80半ばぐらいからはもう健康に関してはもうスタッフの間で常時病気であるつもりで対応しましょうっていう約束事があって、はい、でもう渋沢にもきちんと対応しなきゃいけないから、具体的には37、8度の発熱がある心得で常にやって医者と常に連携を取ることと言って、全部そういうのをモットーに日々のプログラムを彼らが作っていくわけです、うん、すげえ。そんな中昭和4年にやっぱり増田も早く亡くなります、はいはい、で白石が中心になるわけですね、うん、で面白い話も一つありまして、はい、昭和5年の初めに雑誌社から人間渋沢栄一っていう、その渋沢の亡くなる前年ですよね、うんうん、連載を頼まれるんですよ。で白石が中心になってた、はい、泉清という、はい、そのペンネーム、まあ偽名ですね、うん、で連載を頼まれて仕方なくやった。渋沢亡くなる前年で90歳ですよ、はい、でそれがその渋沢が目をつけたわけです。おすごいね、よく分かってるねこいつと。お俺の気持ちがよく分かってると、おすごい上手だと、ちゃんとしたこと書いてる、まあ、適当なジャーナリストとは全然違うなと、はい、こいつすごいじゃないか、はい、って最初は言ってたんですって。はいはいはい、しまいに、はい、おいこれ誰書いてんだおいって怪しいぞおいって、連載が続くうちに90歳なのに渋沢がやけに鋭いんだって開けて通してくんないと。で娘婿で第一銀行で活躍して重役やってる明石照夫っていう人物がいるんだけど、はい、明石照夫にお前が調査しろ、90歳の渋沢が命じ、明石は仕方なく調べるんですけど、はい、だって当時白石は秘書のトップですから、はい、全部見てるんだけど、はい、白石が一番最初に聞かれたらしいんですよ、はい、この泉清ってのは一体誰だって言って、自分なんだけどよーって言ってたら、はい、渋沢が加速しちゃって、うわ明石照夫に頼んだよ、ちょっと探偵つけて調査しろとか言い出しちゃって、はい、まあ、出版社とかも口を割らないから、うん、いろんな終焉を探り出しちゃったりして、大騒ぎだったらしいんですよ。それ詳しすぎてってことですよね。そうそう、ちゃんとしてるから。はあ、それで当然ながら白石が書いてるって最終的にバレますおお大笑い。ところがやっぱ渋沢は立派ですよね、はい、なんだよお前勝手に書いてって言わないんです、うん、そうかお前だったかって別に怒りもしないんです。ちゃんと指摘してくれんですってここはこうだぞ、あれこれはこうなんじゃないのか、こうだったはずだぞとか全部指摘してくれんだって。すげえ。死ぬ1年前の90歳ってどうですか大臣。すげえ。やっぱね、すごい偉大ですよ渋沢さんは。でその四男秀夫さんも書いてるんだけど、渋沢さんが80代で 若い人たちで家でトランプやってたんだ、うんうんうん、秀夫さんらが、はい、それでお友達でやってて、はい、それでさ80過ぎた栄一さんが来ちゃったんだって。でなんだよと思ったけど、もう全然みんなで気にしないでトランプやってたらじーっと見てんだって、はい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 、ひたすら、それで別に何も言わないんだって、はい、そんな厚かましいことはしないんだけど、はい、急に「あちょっと混ぜろ」って言うんだって。おで仕方ねえからぐんぐん言うからさ、はい、混ぜたんだって、はい、さ栄一さん独り勝ちし始めたんだって。うわすげえ。だからまあ頭ボケるどころかさもう冴えちゃって冴えちゃってもうしょうがない、もうだから体調悪いんだよなんとかでって言いながらもうぐんぐん冴えちゃって、もうこれが
亡くなる前年の出来事だったんです。でも一方ではね、はい、渋沢さんも目も弱っちゃったり、うん、もうやっぱもう90歳ですから、うん、それで当時そういうものは全部読み上げてあげたんだって横で、はい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 、はい、聞くことはできるんだけど、はい、もう本読む気になんないと、うん、目がよく見えないから。で全部そういう人間渋沢一も実は、うん、渋沢がすごいって言いながら鋭くやりながらも全部読み上げてもらうんだって。でこれまた四男秀夫さんのエピソードなんですけれども、はい、秀夫さんは大学は法学部に入るんですけれども、うん、栄一に言われてその思いとどまるんですが、はい、実は文学好き、実は徳次さんの隣みたいな風流人だったの。へ、秀夫さん長生きするんだけどめちゃめちゃで、まあ、同じようにその奥さんとかとは別れちゃって下流会の人と再婚したりみたいなところもちょっとあったりもする人なんですけれども、うん、とにかく秀夫さんは文学とかそういうちょっと洒落たことが好き。へ、で例えば夏目漱石言ったら大正初期ですよね、はい、ところが古い考え方の栄一さんはそんなの面白くもなんともねえんだっつって、うん、すごいもうこういう感じらしいんですよ。で昭和に入ってから目が弱くなったのはいいことに、はい、秀夫さんが我が輩は猫であるとかめちゃめちゃ読み聞かしたんですって。栄一さんの耳元でぐん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 こう、はい、朗読したんだって、はい、そしたら栄一さんの考えはガラッと変わって面白いじゃねえかと、いいじゃねえかと、それはみんなに受けるはずだよって言ったってエピソードも書いてあります。ですから晩年の栄一さんはそういう意味ではめちゃめちゃやっぱり鋭いわけですよね。すごいっすね。でその70になった77になったって言って引退しても社会事業も何もしたっていうのは青天をつけてもお分かりの通りで、例えばアメリカとかなんかも80過ぎて言ってるわけですから。うーん、とはいえまあそれは結果身を結ばなかったのかもしれませんけれども、一番言いたいのはやっぱり栄一さんだけではなくてスタッフの皆さんが本当に頑張ったってことです。栄一さんを守ったってことです。栄一さんを支えたということです。これがなかったらさすがの栄一さんもここまで最晩年まで駆け抜けることはきっとできなかったと思います。まあ今回そのようなスタッフたちよりは青天をつけてはむしろなんか息子さんたちがなんかいたり、なんかそういうこう身の回りの人っていうものもなんか女の人とかがいたりみたいになってますが、やっぱり仕事系であることは事実なので、どちらかというとこの下支えしたスタッフの渋沢事務所の皆さんが素晴らしかったわけですよね。ですから青天を衝けは終わっちゃったんですけども、これだけはちょっと取り上げておきたいということなんでさらっとやっちゃいましたけれども、渋沢にはそのように頑張ったスタッフがいたことも、青天を衝けは終わりましたけれども皆様にご理解をいただきたいと思って最後に動画を作らせていただきました。まあ青天を衝けの深掘り動画はもうなくなりますけれども、鎌倉殿の13人でも変わらぬお付き合いをよろしくお願いします。今回の動画は以上です。次の動画でお会いしましょう。それではケロヨーン。